毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上行きますか。今回クラシックですね。ミソさんもマッチングしてるわ。先生取られたんでキャラ選べるんですが、うわーこれは不利やな。めっちゃ不利やなこれ。ミスタービッグ取ります。でオロクリとメイリー取られるんですけど、でかつ先生も取られてるからね、これはかなり不利。あでもハテナ 4体選べるんか。まあそういう意味では当たりが出たらいいっすよね。カスミとパオとモモコ出てるんで結構当たり引いてる。で残ってるキャラか、ヒナコは取ろうか。ヒナコレオナ、ラルフも欲しいけどな。ラルフ余れへんやろな。おそらくラルフは余らない。千鶴か、余ったのは。せやな、クラウザーや。マジでクラウザーですか。しかも先生取られてるんよね。カメ、トラ、クマ、ヘビ、仕込んですけどクラウザーやからな。まあどうすっかなこれ。マジでカスミ仕込んでいって、せやな、一旦目だけクラウザー出ないこと祈ろうか。これでいきます。一ターン目だけ勘弁してくれ。マジで。一ターン目だけ。クラウザー。やめろ!なんでやねん、もう。ほんまに。ほんまに出おるな、クラウザーは。もうこのまま行くしかないか。うわ、こっち何も出ないぞ、スキル。早速やで、これ。これスキル出てたら今日ぐらいやったら倒せるんですけどね。マジで。早速っすわ。霞はやられますね。クラウザー出るよね。あ、生きてる。いや、生きなくていいって。もう最悪これ。もういろいろ最悪。生きなくていいよね今のは。どこだ。クラウザー叩きましょうか。じゃあクラウザーモモコでまず回収してクラウザー叩こう。お、沈黙した。沈黙はいいね。クラウザー沈黙なんで打てない。今ゲージ溜まってるんですけどね、クラウザーは。あ、それ調整しても霞やけど出られますよ。やけどでやられてしまうですね。パオは千鶴に入るな。いや、ここはレオナでいいでしょう。クラウザ倒します。クラウザ倒していく。で、モモコ使ったらキングは倒せるんですが、いや使わなくても倒せそうな気する。ワンチャン。ミスタービッグが強いね。これでもう3体倒しました。しかしこっちちょっと全滅に警戒せなあかんな。あんまよろしくない形なんでね。全滅に警戒しとかなあかんね、これは。マチュアはレオナか。ああ、そうか。ブライアン使ったらそうなるな。もうこれはね、こういきます。で、チズルは使う。よし、沈黙入った。で、この、マチュアは当然。調整ね。あ、ちょ、危ねえ。危ないってマジで。クリティカルでマチュア倒しそうやったわ。危ない危ない。ラルフとモモコやられるな。オロクリラルフか。いや、全滅の可能性も出てきてる。よし、クリティカルはない。モモコはやられますけど全滅はないかな。ミスタービッグも行きそうやな。お?ミスタービッグ、あ、生かしたんや。モモコ生かした。あと、ほんで、あれやな。パオはモモコに入る。で、ここはね、そうやな。どうしようかな。今、必殺打てないから、ここは、このヒナコは使うけど、まあ、もう、ガードいらんで。ガードいらないよ。パオ使っとこう。で、ブライアンは調整します。次、最終とモモコ打てるんでね。で、その次、パオ前出そう。あと1体いますよね。モモ来た。ここ、ヒナコはね、ガードよし!結構怒り回復したね。で、パオ前にして、マッチュは溜まってるので倒すんですけど、
最終温存しようかな。最終温存、いや最終で倒そう。そうします。で、ここはうん、オッケー、これでいいわ。で、桃子もひな子も使えるからね。次メイリー、最初に飛んで真ん中。あれ、おろくりたまるの、あれで。嘘やろ。お、最初に来た。おい、最初ゲージたまる。え、もう、おろくりたまるんや、あれでも。おろくりたまるのはちょっとあれやな、予想外でしたね。こういきます。ここはもう倒しますよ、ラルフは。ラルフはもうさっさと倒しとこう。倒せるでしょ、こんなん。さすがに。よし、倒した。で、ここ、モモコやられても、復活のバフ入ってるんでね。倒すか分からんけど。あ、パオに来たね。パオに来たらもう勝てないでしょ、それは。ヒナコ使えるからね。見舞い入らへんけど、倒せるでしょ、これは。うん。倒せますね。よーし。これはクラシックらしい戦い方でできたんちゃうかな。一応、パオの復活もね、まだバフがかかってた状態なんで。復活するかどうか見たかったけどな。じゃあもう一回行きます。一斉さんね、先生取りました。さあキャラは桃子か、取られるね。じゃあイオリとラモン取ります。イオリ、ラモン、ラモン強いよ、クラシック。さあハテナは、うわー、ザキキングは外れやな。ブライアン取ろう。ブライアンとどうしようかな。マイかマチュアか。マチュアにしとこうかな。ホクシーもありやな。でもホクシー余りそうなんで、さっきマチュア取ろう。多分余るでしょ、ホクシー。あ、取るんや。マジか。で、ラッキーとマイ。ラッキーはブライアンいるから取りました。で、クリス出てる。ナコルルも出てるな。先生は、こっちやな。ヘビ、カメ、トラ、クマ。これでシコンやな。シコン組んだら、ラッキーは、ヘルバウンドにめまい誘発ありますから。で、ラモンは、まあ、クラシックの場合は先に出す方がいいかなと思ってます。めまい！ないか。これ、ベニマルゲージ溜まるかな？今、緩く叩いたけど。全然溜まる可能性ある。よし、溜まってない。うん。これはね、ブライアン前にしてヘルバン使おう。使います、ここは。めまい。頼む！なんでめまいしてもよくね？ラモンスキルいいですね。テリーゲージ溜まってるけど。ヘルバンでめまい入れる予定やったんですけどね。じゃテリーは使うかどうか。雷光剣使う。使わないね。まあ、ブライアンじゃあこのまま行こうか。ブライアン結構硬いんで別に。で、マイ使ったらラモン溜まるですね。お、これ、モモコ倒せるぞ。モモコ倒せますね。倒そう。モモコは倒していく。強いから。強いキャラは倒していく。うん、そうですね。マイで回収して、あ、やけどでやられるかなこれ。いや、やめとこう。生きた時嫌なんで倒しとこう、ちゃんと。さあ強キャラモモコを倒した。さあ何を出すか。ブルーマリーね。テリマリア、ブルーマリー一体だし、ブライアン倒れるっすよね。あ、ゲイザー使うの。ブライアン硬い。硬かった。お、ラモン叩かへんねや。ラッキー。ラモン叩かれるとね、この数字が下がっていくので嫌やったんですけど、これラッキーですね。で、ここはザキさん一体出しでいいかな。このラモンの数字を貯めるために時間稼ぎたい。よし、前スキル出てるし、いい感じ。いや、ラモンいいっすよ。10溜まったっていうか。10溜まるともう永続で、ダメ減 50%、 ダメ増か、ダメ増 50% アップですね。もう一回このままいきます。ラモンスキル、ほい、よっしゃ、いいぞ。このスキルは結構ダメージ取れる。まあ、ガードされたけど。クリス来ましたね。で、ブルーマリーここでバフ切れるからイオリ出そう。ザキはやられるでしょ。やられた。イオリで一気にブルーマリー叩く。マッチはでもいいかな。マッチュアとイオリで行くか。前はもうこの2体出し、いや前にしよう。前はこれ多分、あ、そうか、さっきイオリやな。ほんでマッチュアを、ガードはいらんで、それ
超ガードはいらんな、マジでガードはいらんな。うわー全然倒せない。うわーちょ待って、何これ、全域残ったんやけど。それはあかんで、一気に行くつもりやったんやけどな。あでも前倒すの、ゲイザーたまるんや、フォクシーはたまらないね。うわー、マッチは倒すんかな、生きてないわ。全滅取れるんじゃない、全滅やん、全滅ですけど、あれですね、ブルーマリーが、ちょっとクリスが復活する可能性あるのか、どうかな、復活やめてくれ、さっき見よう。よしない、全滅っすね。じゃあよし、さすがにね全滅取りましたね。まあ結果的にでも全域残ってよかったんかな、じゃあ全滅で勝てたんで。どっちにしろでもだいぶ有利やったか、あの状況やとね。倒すつもりで行ったんですけど倒せなかった、やばと思ったけど、まあ結果的に全滅は取れました。では頂上やります。さあ、クラシックモードいきましょう。クラシックいいね、クラシックは一番僕は好きですね。ASU さんね、先生は取った。さあキャラはクラウザーや、強いな。これはね、霞は取ろうか、霞とエイジで、ラモンとクリスも欲しいけど余る気がするな。クリスは取られた。あー取るんや、マジで取るんや。ラモン結構ね、シェルは取ろう、オロシェルはいらんか、さっきハテナいきます。ジョーとシェル、ジョーとオロシェル、もうシンゴ出た。でタクマとハテナ、さあ頼むで、このハテナこれ結構大事。あーやばいな、これはやばいぞ。うわーチャンコーハン出てるやん、これはやばいぞ。メンバー非力すぎる、っていうか単体必殺いなくない、これタクマとシェルと、まあ、一応エイジも、エイジはでもビリーとか出るかもしれないからね。でこれクラウザーやな、めっちゃ嫌やなこれマジで。メンバーが中途半端すぎる、こっちの。スキルは出てる。まあ、シンゴちゃんがいるから、唯一ね、そこだけかな。そこだけかな、こう、なんとか嫌がらせしていきたいのは。よし、クラウザー出ない。マジか。そんなことあんの？いいっすね。ここはいいっすよ、シンゴちゃん。さあ、沈黙入れて怒りダウン。これ、ラモンがシェルとかに飛んできたら一番いいけどな。スキルでラモンそんな感じにすんの、もったいない。クラウザやめて、スキルやめろ。出るんか、まあしゃあないな。まあでもラモンをそんな使い方するのはこっちとしてはね嬉しいですね。よし、アテナで回復しようとしてるんでしょうけど、まあそれでも全回復はできないですからね。あれ、あそうか、アテナシンゴで下げてるわ。ちょ待って、このタクマ生きるんかこれ、中途半端に。まあこれはでも叩こう。シェルは使う、シンゴもまあ使っていいかな、シンゴ使おう。で当然クラウザー叩きましょうか。回収はどうしようかな、シンゴにしとこう。でクラウザー叩きます。見舞いした、まさかので、アテナは沈黙。上一体だし、これ使ってこない可能性あるな。どうかな、使ってこないね。まあ、このまま行こう。全然いいっすよ。めまい、めちゃくちゃ嫌がらせしてるんやけど、めちゃくちゃ嫌がらせしてますね。クリス来た。回復入れてからクリス使うんか。あぶねえ、クリスワンパン仕掛けたで今、ケンス。ダメージ出すぎやろ。危なぁ。これ全滅狙えそうっすね。でも、クリス復活があるからなぁ。これ全滅でも、狙わんでも、いけるかな？全滅狙わなくても、まあ、順当にいけそうな気もするな。重ね当ては使う。アテナとクラウザー怒りダウンしましたね。ほんならシェルで回収して
この信号のスキルはな、クラウザさらに下げとこうか。てかクラウザ叩いていこう。チャンカー、これクラウザスキル出なかったらいいんやけどな。ここ、わあ、エイジめまい。ここやめて、クラウザやめろ、ここやめて。あー、もうきっちり、マジできっちりや。さあこのシェルミーは使いましょうか。全部使っていこう。うん、使って、しかしな、ちょっとパッとしないね。霞ゲージ溜まれへんかったか今。エイジはクラウザースキル出すぎやろ。もうそんなに出るの、エイジ。いやー、ここはもうシンゴ行こう。クラウザ倒したいな。こういったらいけるかな。うわー、もう最悪や、もう最悪。まあ復活なかっただけよかった。復活ないだけマシやけど、オロシェル来ましたね。クリティカル？お、考えてる？よしよしよし。エイジ倒すの？あ、エイジ倒さないね。あ、倒すんや、結局。ほんならチンとちょい。で、シンゴ前。もうこれは行きます、当然。チンとちょい使うか。いや、てかスキルな、なんでこんな弱いんやろ、マジで。これビビるぐらいスキル出ないんですけど。倒せないやん、クリス。あ、倒した。よし。エイジ食らってたからかな。もう、あと、バイスだけやな。これ勝てるね、じゃあ。さすがに勝てるね。うん、なんかクラシックっぽい戦い方したけどな。まあ、シンゴのままでいいか。シンゴスキルいいよ。まあ、どっちにしろでも、バイスは打てないか。ヨロシェルが打ってきても、シンゴは倒せないね。あ、溜まってない。まあ、クラシックっぽい戦い方ができたんじゃないかな。まあ、クラウザーがやっぱね、強かったね、でも。ほんまに。スキルめちゃくちゃ出るし。全部出てたんじゃないかな。スキル。100% じゃなかった？まあでもなんとか勝てました。じゃあもう一回いきます。クラシックモード。今順位がいいんでね、これでやめとこうか。20位なんで今やって順位落とすよりも、そうですね、来週にかける方がいいかも。ってことで今回やめときます。ではこんな感じで、今回終わります。ご視聴ありがとうございました。